ちゃ。こんにちは。よ、ノンテンダー初代おじさん。おい、知ってた。いや、俺もさ、ノンテンダーっていう言葉をさ、はい、まあ、今年初めて知って、はい、で、ノンテンダーってどういうことなんだって言ったら、はい、俺らが初代じゃないかみたいな。豊さんが多分初代かもしれない。だって FA 取った年にクビだから。そうです。しかも FA 宣言する前に、うん、もういいですよ。まあ、宣言するっていうか取ったばっかりで、はい、その年から FA が、うんうんうん、権利がみんなもらったのかな。はい。あ、豊さんその年だった。そう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 。だからどうしたらいいものなのかっていうのも考える暇もなく、はい、クビだったからさ。何月に言われたんですか、ちなみに。いや、え、10月とかじゃないか。結構早いですね。10月、11月ぐらいか、11月の頭ぐらいか、はい、に言われたけどね。あ、そうだったんです、うん、そもそもはまず今自分がいる球団とどうするかっていうのを話し合いをしてからみたいな。いや、話し合いも何もないよね。呼ばれてからクビだって言われて、だからフリーだって言われて。どんな感じで呼ばれたんですか。まあ、大量解雇みたいなもんだよね、6人あの駒田さんの時ですよね。そう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 、はい、だから屋敷も入ってて、はい、であと誰だったかな、まあ、何人か6人ぐらい、はい、いて、まあ、FA 持ってたのは俺と屋敷ぐらいだったんじゃないかな。じゃあ例えば屋敷さんと豊さんで、うん、あ、俺ら今年 FA 取れたなみたいな話はちょっとしてたんですか。いや、まあ、取れたとか取れないのわけ分かってなかったから。まだ FA の使い方とか、はい、どういう申請の仕方とか、うんうんうん、だから、まあ、今年 の、 その西川、太田、はい、秋吉、はい、を見ると、あ、俺まさしく今の言葉を使えばノンテンダーおじさんなんです。そうです。そう、そうですね。いや、だからでも俺の場合はさ、はい、まず阪神の、うん、まあ、ここもう言っていいよな。まあ、いいです、もういいですよ。いいよね。はい。阪神の先輩から電話がかかってきたんだよ。はい。さあ発表になってすぐ、はい、どうすんだと、うん、え、どういうことですかって言ったら、はい、いやいや、お前まだ野球やめないんだろって、あ、やめるつもりはまだないですって言ったら、はい、ちょっとうち考えてるからうち来てくれるんかっていうは言われたんだよ、はい、もしそうなった時にはね、うんうん、で、セ・リーグは2球団あと中日と、はい、で、パ・リーグは日本ハムと、はい、いうふうに来たんだよね。だから、で、最終的に残ったのは中日と日本ハムだったんだけど、はい、なんていうのかな、そのまあ競合になったじゃない、うんうんうん、だから少しこう高く設定してくれて、はい、そんなにその年俸からの痛手は食わなかったんだよね、うん、そうなんですね。そうそう、だからまあ競合になってくれればいいけども、うん、まあ、今年、まあ、西川とか太田とかね、うん、まあ、野手で言えば他の球団と取り合いになってくるとさ、はい、まあ、2億4千万と1億3千万か、うん、なんかの年俸なんでしょ、はい、西川が高くて ね、 いいね。だからそういう風な感じで痛手を食わないけども、うん、これが一球団になってくるとやっぱ叩かれるよね、給料はね。まあそうなってしまいますよね。まあまあまあ、それはしょうがないよね、うんうん、だからまあ競合してくれると、はい、まあ年俸とか、はい、そういうのは今までもらってた年俸はもらわないにしても、うん、まあこう最小限度にとどめられるかなっていうような。豊さんはそのノンテンダーの裏側を、ね、知ってる、まず最初の初代なので、あの3選手に起きたことも、うん、なんとなく、あ、裏ではこうだったのかなとか、まあ、当初はね、うん、だからその FA がもう本当に最初の導入じゃない、はい、今はもう選手がもう勝手にどん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 こう手を挙げて出ていったりとか、もういろいろ新陳代謝を繰り返してるから、はい、まあ、みんなも慣れて、うん、そんなにこう冷たいだとか、はい、ね、人情とかどのこうのっていう話にはなんないけども、うん、当時我々の頃はさ、やっぱ球団が悪い側に立たされちゃったよね。あ、まあそうですよね。だから人道的にもどうなんだとか、はい、功労者じゃないかとか、うん、まあいろいろ言われて俺らに同情してもらったんだけども、はい、だからでも同情されても困るんだよね。いや、俺別に辞めるわけじゃないし、もうそれで野球ができなくなったわけじゃないからっていう、はい、まあだからでもまあそういう時代を重ねてきたっていうことを考えると、はい、まあ、彼らにとっても交渉はしやすいと思うよね。何の隔たりもないから。そうですよね。どこに遠慮することもなく、はい、どこに報告する義務もなく、はい、もうずっとこうやれるわけだから、うん、だからすごくいいとは思うよね。一瞬こう我々から見てると、あ、なんかノンテンダーってそのね、自分が FA でっていうよりもちょっと前に解雇みたいになっちゃうのは非常かなとも思うんですけど、うん、実はでもそうでもない、まあ、自由に交渉できるという意味ではね、はい、うんうん、それとやっぱこう年俸が高いとさ、はい、
人的保障だとか、うん、いろんなことで足かせになる時があるんだよね、はい、じゃなくてもうそういうことも取っ払っちゃって自由だからさ、うんうん、ただ年俸は叩かれるかもわからないけども、 それは俺はいいシステムだなというふうには思うけどね、うん、で捨てる神あれば拾う神ありでさ、そうなんです、ね、やっぱり必要とされる人間でいつもいなきゃいけないし、はい、今回、まあ、3人というね、うん、その選手っていうのは俺はまだまだ使えると思うから、そうですよね、うん、それが自由にフリーにどこにでも行けるっていうのはいいじゃん。確かにそのなんか聞こえはあれですけど、心情的にも別に自由に行けるっていうのは、うん、逆にプラスに考えて、まあそうだね、ってことですね、うん、プラスに考えた方がいいよ物事はね、何でも。そうですよね、うん、ただノンテンダーと普通のその交渉のと違いっていうのは、その今所属しているチームに遠慮なくできるか、それとも一応ここにいつついろんなところと交渉するかの違いだけのと、こっちが交渉側とすれば、うん、向こうの背中に見えてくるもの、はい、例えば人的保障だとか金銭がいくらかかるとか、はい、そういうことがもう全く見えなくて一対一でできるということで、腹を割って話せるということだよね。そうですよね、うん、だから人的保障、まあ、俺が行くとあいつが飛ぶんじゃないかとか、はい、でも実際こう契約してみたらあいつが生かされたとか、うん、あ、まあ、そういうことってあるじゃない、はい、まあ、近々で言えば梶谷と田中俊太が、まあ、そういうふうな形になってるじゃない。だからそういうことってさ、田中にもあのチャンスなんだけどさ、はい、でもなんかこう人の見方ってまたそういううがった見方もして、うん、かわいそうだとか、はい、まあ、そういうことになるわけだよね、まあ、でもそういうことがないということは非常にいいよね。あれ、今までって豊さんの初代ノンテンダーからこの3人になるまでの間の期間っていうのはノンテンダー、まあ、今回言葉が新しく出てきたからですけど、の選手っていたんですか？いや、いっぱいいたと思うよ。あ、なんだ、そうなんですね。多分いたと思う。まあ、過去の歴史を振り返ってみても、日本ハムも田村というキャッチャーがいて、はい、まあ、それをポンと首切ったりだとかは多分したと思うんだよね。だからまあ昔からちょこちょこは行われてたんだけども、はい、まあ、今回そういう言葉ができてまた新たにそういう風になったというね、うんうん、まあ、でも巨人が西川を、はい、調査してるというね。そうなんですよ。ちょっとその話をじゃあ、うん、次の動画で。あ、次の動画でいいの？この動画じゃなくて。これはもう初代ノンテンダーおじさんの気持ち、心情。あ、なるほど。じゃあ何？他に聞きたいことがあったら聞いてよ。他に。いや、それはね、俺らの頃はやっぱね、寂しいと思ったよ。まあそうですよね、うん、で今ではさ、その功労者って言ったら必ず引退試合だとかさ、はい、FA で来た選手も、うん、あんまり活躍しなかった選手も、はい、なんかもう引退試合とか引退セレモニーとかしてくれるじゃない、はいはい、俺あのできなかったんだから。え、じゃあやってない、やってないやってないやってない。あれ、いつか。だからお別れをファンに、はい、まあ、ユニフォームを脱ぐ報告も、はい、まあ、紙面で報告だから。え、画面を通してじゃないんだ。画面ではないんだよ。紙面だったの。そうそう、紙面だから。だからやっぱこう寂しかったよね。そうですよね、うん、だからまあ今はすごくいいなとは思うけども、うん、まあ、そういう報告もできなかったというね。でもそのノンテンダー豊さんになってみて、うん、その3球団阪神、中日、日本ハムっていうのはまず阪神がね、まあ阪神はね、ダメだった。だからそういう調査をしてね、はい、これも言っていいのかな。もういいです、もう大丈夫です。お前5000万って言われたんだよね。俺その時9840万ぐらいもらってて。あ、太陽の時ですよね。そう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 。5000万って言われたんですか？5000万って、はい、いや別にいいんだよ金額は、はい、でもその気持ちが嬉しいじゃん。あ、ね、欲しいって言ってくれた、うん、でいろいろなんかドラフトとかいろんな兼ね合いや他の補強とかあれしてちょっと豊か今回はっていう風になっちゃった。なるほど。で残ったのが中日と日本ハムね。で中日高木さん当時監督ね、はい、森口さんから電話いただいて、はい、高木君って、うん、いやあなたも高木さんでしょみたいなまあ、高木で話をしたんだけど、それがねちょうどアメリカから電話くれたんだよ、はい、で来る気あるかって。いや別に考えてますと、うん、でも君は大人だから、うん、もうねその時35か、うん、君は本当に来たいと思ったら、うん、もう全然ウェルカムだし、はい、考えてくださいというような電話をいただいて、まあ、ありがとうございますと、うん、熟考してお返事したいと思いますと、うん、いうことで、まあ、電話来たね、はい。である日、まあ、外出先から家に帰ってきた留守番電話が入ってた、はい、おい朝だとか親分会えるかとか言って、はい、
いやー、えらいことはない、まあ、すぐ電話して、うん、じゃあすみません、ちょっと外出しておりました、うん、今からおめえ来れねえのか言うて、うん、おめえの家からうちまでは20分で来れるだろうみたいな、いや本当にあの三茶の方だったで、俺はその時あの田園都市線の沿線に住んでたから、はいはい、だからじゃあお伺いしますと、うん、いうことで、まあ会いに行った、はい、だから開口一番、おめえの力が必要なんだよみたいな、手やんでみたいないやでもその俺が日本ハム行ったのは、うん、やっぱりこうなんていうの、まあ、当時ベイスターズか、はい、敵にしたくなかったという、ああ同じセリーグ、いやでもう ほとんど仲間だから、だからまあ敵にはしたくなかったと、うん、まあこうやり返してやろうとか見返してやろうとかじゃなくて、うん、敵にしたくなかったという、うん、で優勝もしたかったと、はい、で日本ハムがその年、うん、2位だったんだ、おだからこれは優勝のチャンスあるなと思って、はい、でおめえの力が必要なんだって、うん、心に訴えてきた、うん、じゃあもうそこでお世話になります、あもうそこその場で、そこでね、え金額はその場で提示はされない、いやもう提示されなかったんです、その時は、提示されなかったけどもういいと思って、敵にもなんないし、そうですね、うん、まあパリーグという野球も知っておきたいっていうこともあり、はい、そのあとは心に響いたという、おめえが必要なんだという、その一言で、はい、お世話になりました、たんですね、お前本当かみたいな、はい、いや本当ですと、まあ中日から実際来てますと、うん、中日の方には申し訳ないけど、うん、後にはなりますけど、はい、お断りを入れますと、うんうん、だからお世話になりますと、親もよろしくお願いします、あじゃあそのもう気持ちで決めたんです、だから大沢さんもびっくりしちゃってさ、いやそ即決したからだって条件もまだない、本当かおめえみたいな、いや本当ですと、じゃあ納豆持って帰れ、なんで納豆なんだよとか思ったけどまあインセンティブみたいな、もう車の中納豆臭いんだよ、だから持って帰れ、持って帰って、うん、じゃあその後に日本ハム の、まあその交渉される方と例えば金銭面とかそういう細かいことを決めていったってことで、じゃあ明日、うん、球団から電話させるから、そこでいろいろ交渉してくれと、翌日、翌日、えじゃあその時にもう前もって中日の金額は知ってたんですか、豊さん、中日も5000万ぐらい、ああ同じぐらいだったんですね、同じぐらいだった、日本ハムも同じ、日本ハムは7000万だ、おお、いやじゃあちょっと条件上がるんですか、いやだから分かんなかったけど、はい、全く本当に聞いてなかったけど、はい、7000万だ、はい、そのうち1000万は FA の買い取りにしてくれと、あなるほど、当時のね、はい、うん、金額で、分かりました、お世話になりました、あそうだったいうことだったんだ、普通はこう金額釣り上げて釣り上げてって、もちろんそれも交渉で OK ですけど、ね、うん、でも豊さんみたいになんかその言葉、熱い言葉で動くっていう、もちろん選手も、ねね、いるでしょうし、うん、まあただ俺が入った年は最下位だったけどねまた最下位かよみたいなまたかよ、頼むのはそのオチみたいなそうですね